皆さんこんにちは、こんばんは。パーソナルトレーナーの村上大地です。またね、ちょっと投稿が久しぶりになってしまいました。とりあえず、2019年年内は少しまばらな投稿になってしまうかもしれませんが、こういった感じでね、少しずつ、投稿したいと思います。顔を撮って投稿できる時が少なくなるかもしれませんが、まあちょっと生存報告というか、まあ普通にね、生活してますよというところで、まあちょっとね、忙しくなってる来る時はどうしてもちょっと出せない時とかも多いんですけど、ちょっと予定を整えてね、定期的に出していけるようにまたね、調整をしていく期間というふうにさせていただければと思います。今日もですね、ちょっと区切らずにだらーっとちょっと雑談というか、まあ、体についての話も含め、少しお話をして、ラジオとして、投稿させていただければなと思いますので、お時間ある方はね、ゆっくり聞いていていただければと思います。はい、ということで、話早速進めていくんですけど、今僕体がね、ものすごく筋肉痛です。はい、普段からね、トレーニングは、ちょこちょこもちろんしてて、やってるんですけど、久しぶりにね、結構、まあ、筋トレ系っていうんですかね、もう本当に重量重いのを使って、筋トレ、いわゆる筋トレっていうやつを結構たくさんやったんですよ。で、自分でもちょっとわかるぐらいね、やりすぎな状態に、なってて、まあこれは筋肉痛絶対結構激しくくるだろうなと思ったら、案の定ちょっと体がね、バキバキに筋肉痛になっております。はい、まあもちろん筋肉を大きくするためにはすごくいいことだし、そういったのもね、体作りっていうのも必要な部分はあるんですけど、やっぱりね、筋トレやりすぎると体もすごい硬くなるんですよね。スポーツとかのことを考えると、あんまりやっぱりガチガチに筋トレをしすぎるのも良くないなっていう感じはするんですよ。もちろんそのやるスポーツによって変わってくる部分はありますよね。まあ、コンタクトスポーツって言われる、ラグビーとか、ああいうね、まあ、接触があってこうドーンと衝撃があるようなスポーツとかは、体を固める能力もね、かなり必要だったりとかするんですよ。で、そういった方が体をね、ちょっと大きくして、体を固めるためのトレーニングみたいなこともやるんですけど、まあ、コンタクトが少ないスポーツなんかは、体を固めることっていうのはあまりメリットにならないことが結構多くて、なので、まあその体つきは結構ムキムキしててかっこいいんだけど、まあいざ動いてみると、そのしなやかに動けないというか、もちろんその筋肉が持ってる、その筋肉が出せる力、パワーっていうのは強いんだけど、その関節が、柔軟に連動して動いてない、その筋肉だけパワーがガンと発揮できてるけど、その体がこうしなるように動いてないとかっていう状態に、陥っちゃうこともあるんですよね。プロのスポーツ選手とかでもそうなってる方とかも結構いて、そういった方はね、結構こう故障しがちだったりとかね、そんな方も中にはいらっしゃる状況です。うん、で、まあ、僕自身今ね、すごい何かスポーツ、まあ僕は一番やってたのがテニスなんですけど、まあ、テニスをすごいやってるかっていうとそういう状況ではないんですけど、やっぱりね、日々こう生活していくにあたって、体がね、やっぱり硬いと疲れやすい感じはあるんですよ。歩く、走る、立ってる、そういったね、普通の、何でもない動作がやっぱり結構辛くなるんですよね。なんか体がこう重だるいというか、そういう感じになってくるんで、やっぱりしなやかな体作りっていうのは必要だなっていうふうには感じますね。うん、で、まあある程度ね、やっぱり筋肉つけたいっていう気持ちはあると思うので、まあ、そういった筋トレっていうのももちろん必要なんですけど、まあ、動きやすい体とその見た目の良さとっていうのの両立をね、うまく測っていく必要があるかなとは思いますね。うん、で、日常生活を送るんだったら、まあその、まあ、見た目と動きやすさの両立ぐらいで考えるといいと思います。ただ、まあ、例えば長距離走るんですよとか、趣味でテニスやってます、ゴルフやってますなんていう時は、やっぱりそのテニスやるゴルフやる時に、
必要な関節の動きを邪魔しないように筋肉はつけていかなきゃいけないんですよね。腕ものすごく太くして、肩関節がねあまりねこう自由に動かない状態になった状態でテニスゴルフなんかやってるとやっぱりその、まあ、無理やり振るしかなくなるんですよね。背骨から骨盤から連動して、腕に力が伝わってムチのようにしなってスパーンと打てるものが、筋肉で無理やりグッと打つしかなくなる、そうすると、まあ、その筋肉が持てる分のパワーは出せるんですけどやっぱりそのなんだろう連動して、しなってきたね力には勝てないんですよね。脱力スイングの進めとかっていう、雑誌出てたりとかもたまにしますけどね、やっぱりその脱力っていうのは大事になってくるかなと思います。やっぱり筋トレ力むっていう動作とその脱力はやっぱり相反する場所にいるんですけど、だからといってね筋トレを全くしないっていうわけにはいきませんよね。だからそこの両立がすごく難しいところなんですけど、ここまでやったら、動きにくくなっちゃう、ここまでだったら逆にパフォーマンスが上がるんでここまでは筋トレした方がいい、瞬発力系のトレーニングした方がいいとかっていうのがねやっぱり見極めが大事になってくるかなと思いますので、まあ、トレーナーつけてやってる方はトレーナーにその辺相談するのもいいでしょうし、まあご自身でね、考えながらトレーニングしてる方も、少しいろいろ試してみてね、このトレーニングやってる時はちょっと体動かしにくいなとかっていうのがね、まあ、長くやってると感じるようになってくると思うんですよね。で、まあ、このぐらいの強度でやってる時なんかすごく調子がいいなみたいな時があると思うんで、まあ、その調子いいように体が動いてくる状態を見極めてトレーニングしていくのがいいかなと思います。強度を決めていくのがいいかなと思います。あとはですね、今ちょっと僕その、まあ、筋トレやりすぎてねちょっとこう体が痛い状態なんですけど、筋トレの直後ですよ、やっぱりねそのすごくトレーニングがっつりやっちゃうと体の、まあ、筋肉の、修復の方に血液が行くんですよね。でそうすると、まあ、動いた後なんで交感神経が優位になってて筋肉の方修復の方に血液がバーッと今一生懸命頑張ってます。そうすると、胃腸系にね血液があまりいかなくなるんですよ。あとはまあ脳とかねそういったところにも、いかなくなるんで、トレーニングのしすぎで、血液が回んなくてこうフラーっとした経験ある方も、まあ、中にはいるかもしれませんね。僕すごく高重量でスクワットを昔やった時とかにどのぐらいだっけな200キロとか担いでやってたのかな確かその時は、その時にまあフラッとね気持ち悪くなってなんかめまいがして倒れそうになったみたいな経験したこともあるんですけど、まあそんな風にねちょっと血液がいかなくなっちゃったりとかします。でまあそんなフラッとしなくてもやっぱりやりすぎた状態で、筋肉の方修復の方に血液が回ってる状態で、その後じゃあ運動したから食べに行こうって言って何か食べると消化不良を起こしたりとかするんですよね。なのでその辺もちょっと注意が必要なのと、そもそもやっぱり高強度の運動をしすぎた後っていうのは食欲落ちると思うんですよね。なんかあんまり食べたくない、ちょっとなんとなく気分が悪い感じっていうのになったこともある方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、やっぱりその辺のバランスも、必要かなとは思いますね。僕はちょっとね今回ついつい、まあいろいろねちょっと試してたこともあって、ちょっと高重量を、まあ、結果的にやりすぎる形になっちゃいましたけど、やっぱりね自分で身をもって体験して、程よく、まあ、バランス取れた、やっぱり楽すぎてもいけないと思います。脱力トレーニングってっていうふうに言っても脱力ばっかりしててもねしょうがない部分はあるし、何事もバランスよく、トータルでやっていくっていうのが大事なので、まあ、栄養のこととかもそうですよね、ばっかり食いダイエットとかはやっぱりおすすめできなくて、トータルで、バランスよくいろんなものを食べて栄養も取っていった方がいいので、まあ、そのご自身の置かれてるその状況とか日常生活どのぐらいのレベルで普段生活してるかなんていうのにも関係はしてくるんですけど、やっぱりバランスよくいろんなことをできるような体、いろんなものを吸収するっていうのが一番かなと思います。なのでね、まあトレーニング
まあ、結構楽しいと思うんですよ。きついっていう方ももちろん多くいらっしゃると思うんですけど、程よいね、強度でやってればトレーニングですごく楽しいんですよね。なので、その楽しく続けられる、強度を見つけて、ぜひね、そのトレーニングが趣味になっていただけるといいのかなと思います。よく僕ね、そのトレーニングをしている状態が日常的な状態になるみたいな、それが普通になるみたいなお話をたまにするんですけど、それも大事かもしれませんね。皆さんにとっての、ニュートラル、普通の状態がもうすでに、ちょっと体を動かしている状態でも、やっぱりやりすぎてなくて体が楽に動かせて、筋肉はもちろんちょっとつけたいけど、まあ、やっぱりね、関節とかがうまく動かなくなっちゃったら嫌だなっていうのはあるんで、まあ、その辺はね、ちょっと様子見ながら、自分自身の体と対話しながらね、まあなんとか筋肉じゃないですけど、今日の体どうって自分の体に聞いてみて、調子良さそう、体がなんか軽いなって感じてたら、その時のね、運動強度とか、生活のリズムとかがすごく合ってるとは思うので、まあ、その体の軽さとかね、逆にちょっと重くなっちゃってるとか、そういったところはよく感じながらトレーニングの強度とかを考えていくといいんじゃないかなと思います。はい。ということで、まあ僕もちょっとこの筋肉痛をね、治さないといけませんし、やっぱりね、その、まあ、筋トレをがっつりやった後って、こう、体がね、硬くなっちゃってて、明らかにね、今、僕、ストレッチやってみたりとかするとね、全然伸びないんですよね。体、筋肉硬くなっちゃってるんで、ちょっとしっかり緩めて、元通り戻していきたいと思います。はい、ということで、僕のちょっとトレーニング、久しぶりにちょっとやりすぎました話から、まあ、そんな、バランスとってやっていきましょう、みたいなお話をさせていただきました。はい、今日はね、こんなとこにしたいと思うんですが、だいぶ寒くなってきましたね。まあでも今ぐらいだったらちょうどいいぐらいかな。夜外歩いてるとちょっと寒いかなぐらいの感じにはなってるんですけど、すごく過ごしやすい、気温になってます。外走るのとかもね、秋の花粉とかが辛くなければ今ちょうどいい季節なんじゃないかなと思いますので、ぜひこの機会にね、天気いい時とかに外走ってみるのとかもいいかもしれませんね。はい、ということで、寒くなってきますので、しっかりね、ちょっと温めるときは温めて、お風呂とかにもね、しっかり使って、入っていただいて、風邪ひかないように過ごしていただければと思います。ということで、本日のラジオは以上でございます。またね、ちょっと顔を撮って動画撮れるときとか、あとはまあ、タイミングによってはそのマシンでトレーニングしてるところとかも取れなくはないと思うんですね。なのでちょっと様子を見て、取れそうな時は取りますので、ちょっと今しばらくね、お待ちいただければと思います。ちょっとリアルの環境、僕もね、今ちょっと大変、いろいろちょっと状況がね、大変なんですけど、少しずつ YouTube の方もね、また戻していきたいと思いますので、ぜひまた、見ていただければ嬉しく思います。ということで本日のラジオ以上でございます。ご視聴いただきありがとうございました。また次の動画、次のラジオでお会いしましょう。バイバイ。